テンション上がる、はい、今日見てパンツパンツかとかと思ったらパンツ、これがこうなった、うん、でこうなった、シンプルなもの、うん、クレイジーな組み合わせ、うん、こちらがアイシオールそうなっております。感覚で物事を捉えて知性で分析をしていくっていうところですかね。だから、ね、写真を撮るときは感覚と知性両方使うっていうところが大事かな。順番逆にならないようにはしているかなと。時間長くなっちゃったんですけど以上です、はい。じゃあセミナーお疲れ様でした。お疲れ様でした。ただレイさんまだありますんで。まだそうなんですよ。はい、今日はこれから行きましょう。行きましょう。お店行きましょう。行きましょう。はいはい、ついてきて、はい。いつもこんな流れですからね。はい。そしてですね、大阪本町、次は本町ですよ。はい、あのねビジット法のともこさん覚えている。はい、ちょうど1年くらい前の。ともこさんのもう一個のお店がねこの本町にあるみたいよ。なんかファッションファッションしたエリアではないんだけど、トモコさんが趣のあるビルを見つけたから思わず借りたって言ってて、セレクトショップだったんですか。セレクトショップでもちょっとビジットフォーとはまたちょっと違うやつだよって言ってて、行きましょうよ。こちらにありますドーン。このビル、このビル、この繊維会館と書かれた趣のあるビルでございます。結構築年数経ってるよね。はい、ICOですよ。階段書いてる。そう、ここの2階ということで、よしよ、よいしょ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。西脇智子です。と旦那さんの西脇さんです。よろしくお願いします。このお店は2人でやってるの？ビジット4の姉妹店になるんですけど、うんうんうん、こちらの店は大体2人で開けてます。5年くらいだよね、経って。そうですね、オープンして5年になります。ここの店のコンセプト教えてもらってもよろしいでしょうか？はい。ここは、まあ、僕が好きなカルチャーにあったり、うん、生活に密着したような感じで制作してますね。確かにちょっと雑貨多いですよね。これは結構僕が海外行った時に買ってきたお土産とか置いたりしてます。うんうん、早速ですが、どこから見ますか？どこから。その前に、その前に、その前に、そう、ほう、なんですか？トモコさんによるスタイリング参戦もありますよ。あ、今日ですね。はい、はい、ありますよ。楽しみですね。楽しみ。ビジットファンの時もめちゃめちゃ楽しかったから、はい、よかったです。今回もね、反響も良かったです。良かったね。うん、本当におかげさまでですよ。はい、まずは、気になるところで言うと、うん、これは手作り感あふれる、これは何でしょう？本木大輔っていう建築家と、初期君っていう陶器を作ってるイベントを企画したんですね。うんうん、でその時にクラフトコーラを作ってもらって、ほう、これで飲もうっていう。あ、陶器だ、陶器だ、陶器だ。そうなんです。へえ。しかもコーラ、あの飲み終わった後の形ですか？打ってる、打ってる、捨てる前の打ってるですね。このつながりのこれですか？また関係ないの？あ、同じ、うん、ちょっとなんかこのボコボコっと、ボコボコっとした感じ、うん、こういうプロダクトを作っているの？そうなんです。これはね、ねえねえ、これ感触に粘土ですか？最初に見た時はほんまにこう工作みたいなの作った感じで、うんうんうん、そういう懐かしさもありの、うん、まあ面白いな。そして一方、めちゃめちゃ完成度の高い綺麗なものがこちらにありますが、急にね、急に、なんかサンドイッチされてますけど、これは、これは昔ベルリン行った時にクリスチャン・メッツナーっていうガラスのデザイナーに会った時に、うん、すごいいいなって思って、うん、なんかちょっとここが隆起していたりとか。そうなんですね。置いといても綺麗なやつですね。あ、これ見て、うん、あのジュース注ぐやん、普通ここまでやん、多分やろうと思えばここまでできる。うん、そう、あ、入っちゃうんですね。へえ。なんていうの、穴がほら、すごい面白い。これはさっきの？そう、これは本木大輔さんと初期君ので作ったプロダクトのうちで。うんうんうん。そしてこっちはやっぱり三角定規としては使えないですね。三角定規としては使えないけど、メモリーをね、ちょっと使うので、うんうん、本木さん曰くここに塩とか置いたりして、こうちょっと寿司とかあおしゃれ食器、食器もうこれは一応使えますね。使えますね。これは使いやすい、使いやすいのかな。グリップがそう、そうなんです。あ、でもなんかフィットはするよ。フィットする。ちゃんと考えられてるフィット、うん、フィット感はある。箸置き、箸置きでリクエストしたら思ったより大きいのが、うん、ちょっと箸置きにしたらでかいなっていう。そうですね。あとここら辺はお土産系ですか？
そうですね、イタリアの爪楊枝で侍って言うんですけど、ね、イタリアで爪楊枝で侍いろいろ情報量多いよ情報量多いし、なんかちょっと間違ってます、パッケージが間違ってる感じが可愛いすごい、こっちはこっちは、まあ、台湾とか行った時になんか、爪楊枝爪楊枝かフォークみたいな、うん、へぇミュンヘンやったらこういうドイツミュンヘン、パブリックポセッションっていう、パブリックポセッションミュンヘン歩いてたらレコード屋さんでパーティーやってたんですよね、こういうやったら場所があって、こういう T シャツがあって、うん、普通に名前が買って、そう、それがきっかけです。あ、そレコード屋さんのオリジナルパーカーみたいな、そんなイメージ。そうなんですよ。へぇ、後ろは後ろはね、なんかおぉあ、とりあえず音楽グラフィックはすごい可愛くて、確かに確かに、うん、なんか緩い感じのが西脇さん好きなの、さっきのあれと。そうですね、結構緩いのが好きですね。ね、これもなんか、かわいい系というか、ほっこり系というか、これはビオトープっていう東京の、もともとグラフィックデザイナーなので、最近僕の推し、はい、トレーナーがアリーナ。そうなんです。あ、後ろがこの緩い感じ、うん、おレイさん好きそうなピチピチ、あ、ピチピチ本当だ、このピチピチは何ですか？ジュージューっていう、まあ、アメリカ人デザイナーなんですけど、フランスと、まあ、LA でやってたんですけど、最近なんか日本に引っ越したいっていうことで。ほう、はい、日本に来るの？そうなんです、もうそろそろ多分こちらの方で活動していきたいっていうことで、はい、初めて聞いたプラン。そうなんです、ジュージュー、すごくシンプルな、まあ、オリブニットのシリーズが、すごく彼女は得意で、シーズンによってチェック柄になったりボーダーになったり、少しまあアプローチは変わってくるんですが、チェックをプリントしてるので、着るとこの白がこう出てくる、浮く感じだ。わー、なるほど。なので、はい、なんか着た時の感じも面白いし、これは筒みたいですけどスカートですね。あ、スカートだ、一応スカートだね。はい、ね、どうなるんでしょう、入ったらどうなるんだろう形がすごい出るのかな、うん、面白い。あとは、ベースレンジ、結構リラックスウェアっていう感じで、素材自体は結構ナチュラルなものとか、うん、サスティナブル製品っていう感じなんですけども、デザインとかはよく見るとこうシンプルな中でもボタンの位置がちょっと面白かったりとか。本当だ、真ん中と横だったりとか。これスカート？スカートにして着るにはスケスケになる。そうなんですよ、開いちゃうんです、ね、開いちゃうね、細かいことを気にしないタイプ。そうですね、気にな, んかそういう感じだったりとか。面白い。そうなんです、なんか色もすごく、こうナチュラル系のブランドだとね、ベージュとかアイボリーとか多いかなと思うんですけど、意外とこうネオン系の、いいよね、平面で作られてるみたいな感じの。どうなってる、これは畳マス的な、いや、なんかキャミソールなんですけど、まあ、着るとペタッと、バッグみたいですね。そうだね、ここをこうあのジップで留めるとバッグになるね、切りっぱなしとか。そうで、ね、でディテールがちょっと違うねみたいな、私の好きなボディースーツだ。あ、ボディースーツお好きですか？好き、いっぱい持ってるの、ね、そんな使わないくせになんか使わないくせに買うのは何だろうね。ヒョウ柄とタイガー、あ、本当だ、急な攻め、急に攻めるね。はい、先生、こっちはテンハンドクラフテッドモダンっていう、テンハンドクラフテッドモダン、こちらも初ですよ、なんか初多い。本当ですか？うん、10回くらい言うと思えるような感じ。テンハンドクラフテッドモダン、え、これは日本のブランド？そうです、国内の東京のブランドなんですけど、青山におかゆってお店ご存知ですか？なんとなく名前聞いたことある、はい、インポートをメインにしたセレクトの店なんですけど、まあ、そこの方が作っている、オリジナルみたいな。そうですね、着ると本当にもう、うっとなるぐらい、あの、可愛い形だったりとか、まあ、素材もすごく厳選されているので。確かにこれとかすごいなんかちょっとキラキラしたっていうか。そうですね、これがなんかコットンポリエステルでちょっと張りがある感じなんですが、凛としてるよ ね、凛とした感じですごく素敵な女性像、シンプルに見えるけど。そう、ポケットがすごく大胆な、めっちゃこっからここまで入るって言って、いきますよ、はい、新しいやつでもいいし、新しいの夕張メロン。
そうでしょ。いや、そんなに見て見て、ほらほら、ちっちゃめのやつならね、うん、こんくらいの、ね、ほら夕張メロンいけます、うん、いけますよ。こういうのもあったりとか。そうですね、これも、これオールインワンなんです。オールインワンなの？3つなんですね。あ、ほんとだ。うわ、私好きなやつやん、うん、これめっちゃ可愛いんです、ね、うん、ワンピースとか、うんうん、パンツのオールインワン、なんか大人が着れるものってね、なかなかこういう形なんかないんで、うんうん、うちではすごく人気がありますね。おいくらぐらいで？4万5万ぐらい。おー、手に取りやすい。そうですね、手に取りやすい。売れそうだね。でもね、ここは多分触ると良さわかる、いい意味での緊張感がある。背筋丸めて着る服じゃないなと思った。これはどんな感じ？そうですね、サスキアディーズって、これもドイツ、うん、ミュンヘン の、うん、あの女性のデザイナーさんなんですけど、ちょっとトモコさん作ってるやつ。そうですね、このちょっと目玉みたいですけど、天然石で両側に石が、こうするやん、うん、こうしたくない？象みたいな。うん、ここに耳をつけて。私はエビって思ってます。エビですね。エビもいる。エビいる。色目だ。つぶらなやつだ。色もピンクだったり、ブルーだったりとか、大きさ違いもありますよ。大きさ違いがあったり。大きさ違い見てもいい。かわいいですよね、すごく。ね、ほら。ポイントになるので。うん、これがまた新しい系。そうですね、ミショーっていうインドのゴールドにエナメルのコーティング。最近で私このポップ気分なんですよね、うん、いいですよね。なんかスキアスもなんか、そうなの、ね、ほら、うん、アホみたいなやつ可愛くない？アホみたいな色がね、なんか可愛らしい。シルバーゴールドで結構つけてきてたから、うん、なんかこういうおもちゃっぽいんだけど、ちゃんとしてる、うん、ちゃんとしてる、なんかつけたい気分だったの。値段もいい感じよ。1万9800円、うんうん、スタイリングいきます？いきます。あ、はい、1個だけ気になること言っていい？はい。これは、これは何だろう。さっきからいつかは触れなきゃいけないと思ったんだけど、これはこれがサウナ好きすぎてちょっと作っちゃいました。そうですよね、この薄い感じ。本当だ、本当だ、うんうん、素晴らしい。そのおぼろげなプリントにわざとなってて、水に濡れるともっとくっきりと青くなるっていう。しかもこれなんとなくこう湯けむりですか？そうですね、湯けむり。でも ICO なんですね。あ、はい、そしてともこさんのスタイリング参戦ですね、はい、お願いしたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。まず1体目はどんな感じですか？1体目は、はい、ベースレンジを着ていただいて、まあ、せっかく春物の新しい商品が入荷しているので、なんか春らしい綺麗な色で合わせようかなと思ってます。じゃん、やばない？トモコ節出てません？爽やかに見えるじゃない、うん、めっちゃ重ね着してる。まずはこのトラ柄？そうですね、タイガー柄の、ロンティーを着た上に、うん、蛍光イエローのロンティーを。この段階からもうおや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 っていうのが始まったでしょ。ただ割と素材自体がすごく透け感があって薄いので、うんうん、全然無理なくこう二重に着れてると思います、うんうん、あとこのちょっと漏れ出るこの獣感が良くないですか？ちょっとうっすら漏れ出る感じと、あとちょろ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 っと出してる感じ、はい、このバランス感最高じゃない？で、あと謎の止め方、謎の止め方、はい、で、謎パン、謎スカート、謎穴。なんかすごいよ、これ柄かける柄だし、色かける色かける色なのに、なんかさらっと収まる感じ、ね、おとなしからトモコさんが本領出してきた。いやいや、大人っぽく見えてたけど、違った違った、そうそうそう、トモコさんはトモコさんだったって思い出した思い出したっていう。しかもね、肌触りがめちゃめちゃ気持ちよい。気持ちよいってなった。気持ちよい。気持ちよい。気持ちよいといろんなものを混ぜちゃってた。靴がマルティニアーノっていうアルゼンチンのブランドなんですけど、子、うんうん、牛のレザーで。すっごい薄く舐めしてあるよね。そうですね。履き心地も良くて。そう、すごい。履いてないくらい。うん、薄ーみたいな。薄みたいな。でも割とソールはね、しっかりしてるので、履きやすくて。私これ結構好きです。ね、大人になったビジットフォーになった意味が分かった。確かに、うん、いい素材、シンプルなもの、クレイジーな組み合わせ、うん、こちらが、アイシオールになっております。じゃあもう1体、もう1体、2体目はどんな感じでしょう？はい、先ほどちょっとジュージュー
を着たらどうなるのかなってちょっとおっしゃってくださったので、このスカートをセットアップでチェックの、はい、セットアップで着てもらおうと思います。はい、ボディコーン、ボディコーン、やっぱ着ないと分かんないね。そうですね、だってこれがこうなるですよ。かかってる状態は。そう、伸びましたね。そう、伸びましたね。伸びましたね。しかもね、見て見て、面白いの。チェック見えないじゃん。うん、ほら、チェック。出てきた。本当だ。面白くない？本来ならこうな、本来こうなんですよ。かわいいですね。そう、これがこうなった。うん、で、こうなった。うん、多分頑張ってスイカとか入れれば同じ感じになるんだと思う。めっちゃでっかいやつとか。超多いですね、スイカやつ。お腹減ってんのか。フルーツが多かった。靴下はアームウォーマー。アームウォーマーを靴下にもできますみたいな。全然こう単品で、これにデニムとか、確かに確かに、黒いセーターにこのスカートとか、確かそのあんまシルエット出したくない時は上にガボッとしたの着てあげたりとかしても全然いいしね、はい、こういう感じのものをこう重ねたりとかしても可愛いので、うん、全然普通にも着れると思います、うん、はい、じゃあ3つ目、はい、10ハンドクラフテッドモダンの来るかなって思った、はい、来るかなって思った、これ見たい、これ見たい、あのオールインワンを着てもらおうかなと思ったんですけど、おうおう、どっちがいいですか、うんうん、おー、究極、これはね、こういう時はね、アケッピに決めてもらいましょう、はいはい、アケッピどっちが見たい、黒でお願いします、黒でいきます、わ、はい、かりました。ちょっと下の感じとか気になったんで、この辺で、ね、確かに開いたらどうなんだろうとなるよね、うんうん、こんな感じになりました。かわいい、はい、すごくかわいい、いいですね、テンション上がる、はい、しかも見てパンツ、しかもこのカッティングが、うん、綺麗ですよね、すごく綺麗ですよね、ね、なんかここが綺麗に見える、はい、あと皆さん、あの気になっている方いると思うんですけどこれは日焼けですこっちだけ、そう、こうやって本読むじゃん、あのプールでね、はい、だからここ日陰だったんですよ、はい、私ここあのプール泳いだ後にやったから日焼け止め塗り忘れた、すごいなんか張りのある素材だ、キリってなんかねシャキッとする、やっぱりそうですね、なんか張りのあるコットン の素材で、うん、まあ、季節感とかは全然選ばないんですけど、うん、この中着ちゃえばいいし、ね、入れちゃえば、冬だったらインナー着たりとか、ギャザーがすごくたくさん入ってるんですけど、ボリューミーじゃなくてなんかこうちょうどよく隠れるというか、ちょっと気になるこの辺とかも、もたつき周りがね、なんかスッと見えるし、後ろはこんな感じ、そうですね、後ろもかわいい、うん、で合わせたのが、はい、マルティニアーノのブーツネイビーを履いてもらいました。どうでしたか。いや、なんか最初はともこさんが大人になったんだな、これはこれで面白いなって思ったけどやっぱりともこさん、ともこさんだなって思った、面白かったスタイリング。皆さんはどのスタイリングが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございます。